チャンネル登録者数2022人になるまで毎日茨城の豆知識をアップする。どうもデル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 デスケです。オスペンギンです。さあ、ということでチャンネル登録者数が2022人になるまで毎日茨城の豆知識をアップする企画でございます。ということで今回の豆知識はこちら、茨城面白研究所。さあ、今回ご紹介する茨城豆知識はお岩神社でございます。まあ、こちらの神社はですね、茨城県日立市にある神社でございまして、かなり今はですね、パワースポットとしてかなり有名な神社になっておるんですけども、なぜこうパワースポットとして有名になったかというところのね、謎をお教えしたいと思うんですけども、こちらですね、とある宇宙飛行士がですね、宇宙からこう地球を見たんですね、そしたらですね、地球で唯一光ってる場所があったんですよ。そのどこだと思って調べたところ、そこがお岩神社だったんですよ。ということで、まあ、とんでもないパワーがあるんじゃないかここにはということで、もうそこはパワースポットとしてちょっと今有名になっているという神社でございます。まあ、ちなみにですね、もう我々もですね、ちょっとお岩神社には行ったことあるんですけども、まあ、そこでかなり私なんかはパワーをもらいましてですね、その翌年かな、結婚できました。あ、素晴らしい。ちなみにその宇宙飛行士はどなたなんですか？いや、これはちょっとね、わかりません。謎に包まれてるそんな大昔の話みたいな、いやいやいや、これがね、謎に包まれてる。なるほど、まあ、とはいえね、有名な話といえば有名ですから、まあ、事実なんでしょうね。そうなんですよ。そしてパワーのご利益があったと。ありましたから。ああ、素晴らしい。なのでぜひ皆さん日立市の岩神社に行ってみてくださいという形でございました。はい、皆さん、引き続きチャンネル登録、高評価、グッドボタン、拡散の方もよろしくお願いいたします。お願いします。いや、もうこれはチャンネル登録を増やすために、もう一回お岩神社に行って、お祈りした方がいいかもしれませんね。なるほど、もう行きます。いや、ぜひ行き通り本当に。